飛鳥昭夫エクストリームサイエンス飛鳥ゼミナール28。それでは飛鳥先生よろしくお願いします。はい、どうもです、はい、お久しぶりです。お久しぶりです。さあ、それでは第1部こちらの方から進めてまいりたいと思いますが、その第1部の記念すべき最初の質問です。はい、短いです。ソドムとゴモラは現代でいうとどの都市に似ているのでしょうか。ああ、なるほど、うん、まあ似ている都市をもし2つ挙げろと言われたら、まあニューヨークと東京だな。はあ、おそらくソドムとゴモラよりも悪くなってる。そうですか、うん、まあ規模は違うけどね、まあ、東京って言ったらもう一つの国だよあれは。ええ、そうですね。国だから東京だけで実は独立しても構わない、うん、だって韓国よりも経済力上だから、はい、だけどまあそうはいかんわけだな。そうですね、うん、まあ日本の大都市、世界の大都市、特にまあ先進国ほど実は近く、うん、後進国ほどマシなんです。悲しいから。ではもうニューヨークも東京も背徳の町都市となりつつ、まあ、都知事思えばね。あ、そうですね、ここ最近本当そうですね。あ、言っときますが、あの中で一番悪いの小池ですからね。あ、そうですよ、一番悪ですからあれは。そうですか。で一人が落ちればまあどちらになっても自民党でしょ、はい、もっとあれは言えば最悪の党ですよ自民党ってのは、もはや吉田茂の時代は遠く去ってしまった、うん、もちろん当時は自民党っていう名前じゃないけどね、はい、うん、なるほど、はい、はい、続いての質問です。大和王権誕生以前に出雲の地はすでに強力な勢力によって支配されていたのでしょうか。ああ、もちろんそうですね、大和王権という言い方でありますが、まあ、一応大和朝廷ということですね。そうですね、うん、でも、はい、これ飛鳥情報にこうある程度精通されれば分かると思うんですが、それ以前は邪馬台国、はい、でも邪馬台という台形の台という字は卑弥呼の後を継いだ豊も台形の台で都と読む、はい、よってあれは大和